リオネス王国に平和が戻った。だがブリタニアは依然として十回率いる魔人族の支配下にあった。助けてくれ。メリオダスたちは近隣の村々を巡り魔人族と戦いを続けていた。フルカウンター。一方キングとディアンヌは実界の脅威から逃れるために妖精王の森へと避難していた。にゃー見ちゃった。そのオイラ全然気がつかなくてごめんよディアンヌ。悪いのはキングじゃないよ。僕の方こそちゃんと確かめなかったから。まったく僕ってば、踊りなんて踊ってる場合じゃないのに。うん、オイラこそ妖精王としてもっとしっかりしなくちゃいけないのに。少しも生えてくる気配がないんだから。生えなくたって恥ずかしいことじゃないと思う。キングはキングだもん。ありがとうディアンヌ。ん？ちょっ、生えてないってこっちのことだよね。こっちってどっち？あ、これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。3000年の封印より目覚めし魔人族の精鋭十回、その支配はブリタニア全土に及び暗黒の時代が訪れた。リオネス王国は死闘の末十回を撃退。ブリタニア解放への反撃が始まろうとしていた。その先陣に立つのは王国が誇る伝説の騎士だ。その名も七つの大罪。残ったみんなは今頃どうしてるかな。メリオダスが実界に倒されて以来ブリタニアには魔人族がはびこりつつあるらしい。リオネスも襲撃を受けている可能性は高いだろうね。メリオダスいい子だったのにあんな殺され方あんまりだよ。オイラは結局最後まで彼のことがわからなかった。それでもやっぱり生きていてほしかった。うん。ねえ、この妖精王の森が魔人の攻撃を受けないのはどうしてなの？この森が結界を張って選別しているのさ。森に入れていい存在か否かをね。マトローナやザルパとその家族も入れてもらって感謝してるって。ただ気がかりはあるんだ。え？魔人族ならいざ知らず、妖精王や巨人の王なら感知できてもおかしくはない。グロキシニアとドロール、うん、
ところが、メリオダスが殺されたあの日以来、目立った動きがないんだ。正直不気味でさ、うん、決して警戒を怠らないようにしよう。今の僕たちじゃ万が一にも勝ち目はないもんね。こっちこっち。お兄ちゃん、早く逃げて。逃げないと食われるぞ。ほら、押すの。ディアンヌ、戻ったか。マトローナも水浴びしてきたらどう？そうだな。あ、足元気をつけて。ビロビロ嫌い。おっと、はあ、のんきなもんだな。妖精王様。なんだい、ゲラード。先ほどから妙な視線を感じるのですが。視線ってどんな？詳しくはなんとも。いえ、気のせいかもしれません。それにしても、なんだかみんな楽しそうだな。ねえ、キング、みんなで踊ろう。え、あ、うん。それにしても、ハーレクイーンとディアンヌの話は真実なのだろうか。もしグラキシニアが生きていて魔神族に組みしているとすれば、やはり3000年前のあの事件が引き金に。よかったっす、生きていてくれたんすね。あ、私たちは今何をしていた？うわー、妖精王様！ディアンヌが消えた。ゲラード殿、何か気づいたか？ゲラード殿。わからない。ただ何かが込み上げてくる。生きていてくれたんすね。あの声は、そんな。さあ二人とも目を覚ませ。ヘルブラム、どうし、ドロール、クロキシニア、いつの間に、ここはオイラが、僕も逃げない。最後が君と一緒でよかった。うん、最初から全力で飛ばすよ。まずは正解っす。君らの実力じゃ死ぬ気でかかってきてくれないと。3秒も楽しめない。うっ、新霊装シャスティファル第二形態ガーディアン。なあって閉めた。
あの勢いで壁にぶつかれば脱出口が開くかも。壁が弾力性を持っている。ここは魔力で作られた建造物か。よそ見してる暇はないっすよ。霊装バスキアス第二形態ガーディアン。これは、ビメタをとっさに使わなかったら危なかった。でも僕だって負けないからね、クレイジーバース。避けた。また違う、避けてるんじゃない、踊ってるんだ。僕の魔力が消えた。娘、お前はまるで理解していないようだな。巨人族の力とは己の筋力のみにあらず、我らは大地の力をどれほどその身に変換できるかで強さが決まるのだ。ヘリメタ！新霊装シャスティフォル第五形態インクリー！消えた。それが今の限界のようっすね。現役妖精王くん、ああ君も実界と戦うには力量不足すぎる。妖精王たる者が未だに羽も生えてないとは前代未聞の珍事っすね。それじゃあ新霊装を連発するどころか維持することも難しいっすよ。殺すならさっさと殺せ。そうっすね、じゃあ死んでもらうっす。ディアンヌ、ごめん、君を守ってやれなかった。ただし君らが私らの期待を裏切ったら、今より何時らに試練を与える。君らには私らを超えてもらうっす。霊装バスキアス第七形態ムーンローズ命の雫。傷が治ってる。せっかく貯めた雫がこれでパース。え？何のつもりだ、オイラたちをコケにしてるのか。これから私らが君たちを鍛え直してやる、そう言ったんす。は？どういう意味だ。言葉通りだ。今のお前たちはあまりに脆弱。メリオダス的に言うならまだまだまだってとこっすね。ドロール君が久しぶりに吹いたっす。深く、全く理解できない。だいたいあなたたちは実界オイラたちの敵だ。まあ気持ちはわかるっすよ。だが我々は魔人族にあらず、かつて我らは巨人族の王として、妖精族の王として魔人族と戦った。魔人族と。しかしその戦いの最中、ある選択を迫られ
今の我々に行き着いた。我々は悩んだ挙句、正しい選択をした。先日メリオダスと再び拳を交わしたあの時まで、そう固く信じていた。君たちにぜひ証明してほしい。あたしらの選択が正しかったのか否かを。そして約束するっす。この試練は必ず君たちに大きな成長をもたらすと。でも当然その代償は大きい。一歩間違えば死ぬっす。強制はしない。ゆっくり二人で考えるといいっす。やる。君は危険だよ。キングの方こそ。オイラは君のことが心配で。それだなんだか頼りない後輩たちっすけどね。そういう問題じゃないよ。その意気込みは評価するっすよ。ドルキモト、ヘカトコベ、ノクタセン、キエト。ドルキモト、ヘカトコベ、ノクタセン、キエト。これは私たちのもう一人の友人から教わった術っす。ここは…オイラたちは…え？これオイラの？これって…だけじゃない。ここは全く見覚えのない景色だ。何か来る。このマガマガしい魔力は魔人族に違いない。それも実界レベル。相変わらず下手な冗談だの。グロキシニアも何か言ってやれ。え？いや誤解だよ。オイラはキングで、こっちはディアンヌ。こんな姿になっているのには事情があって。こんな姿っていつものお前らじゃねえか。え？それに誰だよキングとディアンヌって。ああ大丈夫かお前ら。来たな。どうして君がここへ。どうしてって4人で落ち合う約束だったでしょ。でもその姿は。その背中についているものって。ありえない。妖精族の羽とも違う。当たり前だろ。エリザベスは女神族なんだからよ。エリザベス様が女神族。よし、出発するぞ。え、どこへ。待ってよ。待ってってば。ディアンヌ、ここは3000年前のブリタニアなのかもしれない。女神族がこうして目の前にいるなんて。彼らは対戦で力を使い果たし、実体を失ったはずなんだ。このブリタニアもそうさ。オイラたちが知る景色がどこにもない。それにオイラたちの瞳。何？まだ実界になる前の二人なんだよ。でも3000年前にエリザベスがいるのはどうして。確かにエリザベス様にそっくりだけど。ひとまずオイラたちは
この時代の巨人の王と妖精王として行動する方がいいかも。ダメ。森を抜ければ化石の谷だ。準備はいいな。え、準備って何の。足でまといだ。何こいつ。この魔人、魔力が桁違いに高い。我は十回継神のカルマディオス。この世界が信じてリジェネレーション。失うべき記憶を運命と名付け、未来を見ることさえ許されはしない。語る上で忘れちゃいけねえのが巨獣アルビオンだ。古の大戦で魔人族に作られた巨大兵器、闘技はなんと5500。聖騎士が束になってもかなわねえ化け物だ。まあ俺様にかかれば一コロだけどな。次回、7つの大罪、神々の逆鱗、光あれ。